こうしているだけで水遊びで冷えたはずの体がポカポカしてくるんです。どうしてだかわかりますよね、教官。教官も同じくらいポカポカしてくれているみたいですね。遠慮なくもっと近くに来てください。今なら誰も見ていませんから。教官の瞳、綺麗で透き通っていますよね。少し前の真っ赤な瞳と銀髪も捨てがたかった気もしますけど、やっぱり教官も今の姿の方が落ち着きますよね。そうですね、私もやっぱりいつもの教官が素敵だと思います。ところでリーン教官、この水着似合っていますか？教官のことを思いながら選ばせてもらったんですけど。それは良かったです。でしたらせっかくの機会ですし、もっとじっくり隅々まで見てもらってもいいんですよ。そろそろ姫様かエリゼ先輩がこちらの様子を気にする頃合いでしょうか。名残惜しいですけど、そろそろおしまいにしないといけませんよね。今は私との時間を大切にしたい？はい、私ももう少しリーン教官と一緒にいたいです。やっぱり教官の背中は近くで見てもたくましくて素敵ですね。せっかくですし、後でサンオイルを塗らせてもらってもいいですか？嬉しいです。もっと魅力的にして差し上げますね、教官。さて、それじゃあいよいよカップルドリンクをいただきましょうか。教官もどうか遠慮しないでくださいね。嬉しいです、こんな風に教官と同じドリンクを飲める日が来るなんて。その思ったより顔が近いのはちょっとだけ計算外でしたけど。何でもありません、早速飲んでみましょう。私の顔に何かついてますか？教官の顔がこんな近くに。改めてすごい状況のような。心臓の音聞こえてませんよね。何か気になるものでもありますか？教官の顔がこんな近くに。改めてすごい状況のような。心臓の音聞こえてませんよね。二人の共同作業ドキドキしちゃいます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 ね。うん、冷たくて美味しいですね、教官。でも私
なんだかほてってきちゃって。どうしてだと思います？なんて、こんなでもリーン教官にはあしらわれっぱなしなんですよね。まあ結局教官にとっては子供の相手に過ぎないんでしょうけど。え、そんなことはない？最初の頃からなんとか耐えてただけ？もう教官はそういうことを平気でおっしゃるんですから。でしたらこれからも一層教官の心をかき乱していかないと。いつか耐えきれずに答えてくれるその日まで末永くお付き合いくださいね、教官。私も嬉しかったです。改めて教官が私を大切にしてくれているのが感じられましたし。楽しみにしていてください。いつかその言葉を苦し紛れの言い訳にしてみせますから。